備するもの、牛乳パック、輪ゴム、割り箸、セロハンテープ、両面テープ、ハサミがあると、ビニールテープもあるといいです。開いた牛乳パックに飛行機の型をつけていきます。もうね、今日型紙を作ってみました。これに合わせて型を作ります。で、ここね、こんな感じで折るので、この牛乳パックの折り目のところを使うといいですよ。はい、こんな感じで牛乳パック1個で紙飛行機の型紙が全部取れます。型紙を切ったら、次はこれをちょっと半分に折っていきますですね。で、しっかり留めたいので、ここは両面テープで留めます。じゃあ次はですね、ここ主翼を留める、主翼のここ糊しろになるんですが、ここをですね折ります。こんな感じで折ります。よいしょ、こっち側も折ります。よしよし、こうですね。で、ここも両面テープで留めますね。で、ここの尾翼のところもだんだんなんとなく飛行機の形になってきたかな。はい、で、もう両面テープで留めます。はい、さっき切った主翼、ここをこうしてちょうど真ん中になるように留めますよ。どれの中かな、よいしょ、こうですね。もうすでになんか飛行機らしくなってきました。そしてここの尾翼のところにもさっき切ったこちらを当てていきます。ですね。こうして止めていく。ここ止めます。はい、こんな感じです。もう飛行機らしくなりましたよ。はい、そして、先です。こうビニールテープ、ビニールテープでちょっと先が重くなるように留めます。そしてこの、先のところに輪ゴムがかかるように切り込みを入れます。よいしょ、こんな感じで切り込み入れてください。で、あとは翼が風を受けるようにこうして形を整えてやってください、ね、次に発射台を作ります。割り箸を1本用意してください。と、あと輪ゴムを3本用意します。で、輪ゴムはつなげていきますね。こんな感じでつなげます。
はい、上手にみんなできたかな。こんな感じでつなげていきます。そして割り箸の先にぐるっとこちらも通して、キュ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 、ね、引っ張るのでここしっかり止めます。セロテープで、セロテープでもいいし、でもいいのでしっかりここを止めてください。さあ、これで紙飛行機の完成です。発射台と今回は紙飛行機を作ってみました。さあ、今からお外で飛ばしてみよう。